よーす。あれ、ってことは先生パートは終わりかな。ここからはメイケ君かな。僕に構わないでよ。僕は笑われて当然の。案外メイケ君の方が難しいかこれ。ちょっとした乙女のリビドーだっての。さあ気を取り直して。この旧校舎にそれを証明するものが散らばってた。散らばってたのはメモですよね。うん、この楽譜はあんたがピアノを演奏するためのもの。ここに通い詰めて一生懸命練習してたんでしょ。自分の努力を自分自身で否定することないでしょう。生きた過程くらい誇ってもいいんじゃない。いいこと言うね。さあパッシブですね。僕のことはいいから放っておいてよ。そうはいかないではないと思うな。とりあえずどっちかのような気がするけど、それでいいならか放っておけないか。俺的にはそれでいいならだと思うんだけど、今のルイカちゃん的なら放っておけないって感じだろうね。ちょっと放っておけないでいこうか。はい。お、やったー、ラッキー。確かに僕はピアノが大好きだった。ピアノは手段の一つでしかなかったけど、でもね、僕は気づいたの。どんなに頑張ってもこんなの無意味だって。死んじゃったら何もならないんだもん。独りよがりの自己満足でしかないんだもん。自己満足ね。もし本当にそうだっていうなら、自分以外へのアピールを示す、これは動画ですよね。結構投稿してたんだよね。それは演奏をわざわざ動画にして投稿したのは誰かに聞いてもらいたいから。自分の曲を誰かに褒めてもらいたいから。そうでしょ。マジか、それは知らなかったな。しかも弾いてるのは他人の曲ではない。これはお前が作った曲なんだろ。呪われたせいで自暴自棄になるのはわかる。でもそれは自分の努力を否定する理由にはならない。あんたのピアノはただの自己満足じゃないはず。それなのになぜかあんたは憎もうとはしてないよね。忘れようとしてると思うな。あんたは無理やり自分をごまかして音楽への未練を封じようとしてる。そうしなきゃ耐えられないんじゃない。そうでなきゃ苦しい理由があるんじゃない。違わない。あんたは隠してる。自分の未練を隠そうとしてる。ちょっとここらからルイカちゃんセーブちょっとセーブ気味で言ってくんないかな。あんまりグイグイ行くとダメージ与えそうなんだけど、いろいろと。井出先生は立派な人だったよ。こんな僕にもいっぱい優しくしてくれた。でもいや、だからこそ僕のせいで井出先生は死んじゃったんだ。僕さえいなければ先生が僕を探してここに来ることもなかったのに。僕がこんな場所でピアノの練習をしなかったら、私は生徒であるお前が心配だっただけだよ。それでも巻き込んだのは僕です。僕はいけない生徒です。僕なんかはもう音楽に触れちゃいけないんです。どうして旧校舎で練習してたんだ。ピアノなら今の校舎にもあるだろう。コソコソする理由があったのか。それはあんたは普段から井出先生に悩みを聞いてもらってたそうね。そんな信頼してた先生にも隠れてピアノを練習していたのは、これはきっと披露するためだろうね。めっちゃいい子じゃんすげえいい子じゃん。自分の音楽を一番感謝してる人に井出先生に披露するためだったんじゃない。そうだよ。こっそり練習したのも、動画を投稿して評価を求めたのも、全部お世話になった井出先生に僕が作った音楽を聴いてもらうためだった。僕のオリジナルのピアノ曲、大好きな先生に聴いてもらいたかった。よーし、あと一歩だ。でも旧校舎のピアノは壊れちゃってるんだ。あれ弾けなかったっけ。もう自分の曲は作れないし弾くこともできない。僕の音楽を井出先生に聴いてもらうチャンスはもう永遠に来ない。だったらピアノのことなんて覚えていても仕方ないでしょ。なるほど、今のあんたの発言ではっきり分かった。あんたは根本的なところでネガティブまっしぐらな感じがして、ネガティブまっしぐらってあんたのやる気はともかくとして手段そのものは奪われてない。
これは現役のピアノだよね。このピアノ、結論から言うと壊れてないよ。ずっと手入れはされてないけど、音なら出る。そんなはずないよ。何度も試したけど、音が歪んでて。どうしても認めたくないって言うなら、拙い音だけど聞かせてあげる。壊れてるにしてはそこそこの音が出せるでしょ。どうして僕には弾けなかったの。あんたは自分の目的を達成する前に死んだ。さらに井出先生まで巻き込んでしまった。動画投稿で自信をつけたかったぐらいだもんね。ひょっとしてまだ腕に自信がなかったのかもね。あんたが呪ってるのは他人じゃない。自分の夢、自分の心。あー、そういうことだったんだね。そうだったんだね。僕は自分が鳴らす音を拒んでた。そこまで深刻に考えるな。私が死んだことだってお前のせいじゃない。死人岬のことなど誰も知らなかった。お前も私も犠牲者でしかないんだ。だから今聞かせてくれないか。お前が私に聞かせたい曲とやらを。幸か不幸か、私たちは未だに意識を保ってる。音楽ぐらいいくらでも聴いてやれるさ、先生。おお、頑張って。よーし、13ターン。果たしていいのかどうかはわかりませんが。あ、でももらえたね。家族写真と楽譜ですね、託されました。いやー、いい曲じゃん。未熟でも明家の心は十分に伝わったよ。ちょっとばかし感傷的すぎるけど、まあそこそこ悪くない曲ね。想像以上で感心してるくせに素直じゃねえな。ルイカちゃんなりに多分褒めてるんだろうけどね。うん。1000曲以上あるんだね。そこまで行くとちょっと怖いな。1000曲？ルイカのスマホより楽曲の数が充実してるな。そういえば死人岬の中にはオルガンを弾ける子もいましたよね。いたね。うん。ああ、悪くないな。悪くないが1000曲か。すげえ引きずってんじゃん。まあさすがに1000曲はな。なんか状況が悪化してねえか。新しい呪いが増えた感じだぞ。大丈夫、受け止めてくれる人がいる限り呪いは呪いじゃないから。ですよね、井出先生。だよね、井出先生。無理やりなんか丸く収めようとしてる。頑張れ頑張れ井出先生、俺は応援してる。ああ、現世の息子よ、お前の目指す道はどっちみち厳しいぞ。なんかいい感じになったけど。井出先生すげえ大変だな。しかしこんなことが起きようとは、交渉などというものが成立しようとは、君は人間じゃないの。ただの女の子にしか見えないのに。正真正銘生身の女子高生よ。ちょっと呪いが効かないってだけのね。そしてすぐ調子に乗る。まあな。あと金にがめつい主戦度、ドSで子供にも容赦しないっすね。愛生が結構グイグイ来るよね。でもその点、話を戻していいかな。どうぞ。生身の人間でも呪いに勝てるんだな。全員で救われることも夢じゃないのか。ねえ、呪いは呪いで終わらせない。神を信じるよりこのルイカを信じなさい。かっこいい。もう一度演奏もできたし、先生にも謝ることができた。君なら信じられる。遠崎くんと言ったな。私たちにできることがあれば協力しよう。ありがとう。知ってることあるかな。そういえば私が死に際の記憶がはっきりしないんだが、死の直前にとてもおぞましいものを見た気がする。呪い以上にまがまがしい、とても嫌なものを。おぞましいもの、なんだろう。この学校には何かが潜んでる。常に監視されてる感じがずっとある。
岬っていうのは使いって意味だったっけ？呪いの主。岬の主か。興味深いな。そうね、話のできるやつならいいんだけどね。ですな。ああ、ということで、無事に。OK ですね。大丈夫ですね。じゃあ、一旦区切ろうかなと思います。さあ、ということで休憩を挟みましたので、また再開していこうかなと思います。もう、特に大丈夫だよね、この回は。危なかった。そうでした。こっちから回らないといけないですね。ということで、もう次の回に行っちゃって、お、なんだろう。アイスエイだ。待て、ルイカ。そこの柱をよく見せてくれ。どうしたの、アイスエイ。危ないトラップで待った？装飾が気になった。これはやはりグラフェーか。グラフェー。ほう。これは、主は殺し、また生かし、読みに下し、またあげる、だな。ラテン語？すごいよね。神学をたしなんでいたことがある、マジか。この学校ミッション系だったってこと？とてもそうは見えないよな。誰かが柱にこっそり刻んだんじゃ。何のためにだ？それに、聖句の装飾はここだけではない。ああ、ほんとだ。気づいてなかった。そういうものなのかなって思って見てたけど。死人岬に聖なる言葉か。継ぎはぎもいいところね。気になるけども。ね、これのことだよね。じゃあ、次に行っちゃっていいのかな。相変わらずの雰囲気ですね。4階でーす。これは確かに濃い。戦場でも感じたことない。のない憎しみの代わりだ。憎しみの代わり。危ない感じがすごいするけど。死人岬は残り二人。古参の上位メンバーってとこね。上位メンバー？残り二人ってことは、ニハルちゃんユハルちゃんのペアと、まあ、井出先生と、メイケ君の、ペアの時は、ちゃんと二人ずつでカウントされてるってことだよね。魂が古い奴らは頭もカチカチだろうけど、一気に片付けてやるから。そういうもんなのか？とりあえずこっちから行ってみますか？内側から。呪いの使えばね。割とありそうな感じはしちゃうんだけど。わあ、なんだろう。あ、なんだろう。それか。あ、手形か。何かなって思った。あれ、なんか今、僧兵の兵の字が違ってたような気がしたんだけど。生命線がない。死んでますからね。そういうもんなのか？で、ここは、開かないと。なんかメモが入ってる。なんだこれ、アイスエイ読める？当てまくると、ベゲブラ、ベゲドラ、ルーラームエイメンだな。すげえな。十字の払い。何者かの祈りの言葉のようだ。祈りの言葉。これは何か重要なものになってくるのかな。手がかりではなさそうだよね。入ってないですもんね。じゃ、とりあえずこっち側ではなく、もう片方の、こちらの方に行きましょうか。まあ、来るわな。俺もなんか慣れてしまったよ。古本がシュートされてきた。故障マニアが怒るな。俺は電子辞書派だから気にしないけど。気にしないってそういう問題なのかな。まあいいや。まあまあ、怖いわなって思ったけど、全然って感じだね、ルイカちゃん。呪いのせいで文が変わっちゃったとか？なんかのメッセージっすかね？なんだこいつ、死人岬の立場が気に入ってるのか？どういうことかしらね。まあ、会えばわかることでしょう。そうだね、とりあえず会って写真を撮るところだね。あー、これは、
手がかりなんだね。まあ、なんか使えそうだもんね、普通に。よし、じゃあ行きましょうか。ここは入れるかい？入れないか？こっちか。うん。あ、いるね。あ、アイテムもある。取ろう。貸し出しカード。登録者の名前はかすれてて読めないな。これも手がかりか。早くも。写真を撮る前の段階で二つ見つけちゃったんだけど。じゃあとりあえず、いただきましょうか。他の死人岬が静かだと思ったら、まさかこの階に人間が来るとはね。それに私を見た上で生きていられるなんて、あなた普通の人間じゃないわね。余裕があるね。冷静だよね、なんていうか。もうどっちが悪役かわかんねえな。まあ確かにな。わかんないよね。もうそこまで来てるよね。なんていうか。どういう理屈かわからないけど、死人岬の呪いが通じないみたいね。まあいいわ。呪えないなら呪えないで。殺す方法はあるんだから。あー、そういうこと？監禁されちゃったみたいね。これじゃ私じゃどうにもならないかな。生きてる限り人間に永遠はない。死ぬまでそこにいることね。ああ、冷たい。私を冷たい人間だと思わないで。私にある強さと弱さは抗うこともできない掟に従っているから。なんだろう、すげえ気になることを言ったんだけど。レファーニュのカーミラか？あの女はまだ気づいていないはずだ。ルイカもそれに気づいてるはずだ。私のチーム構成。そういうこと。あー、そういうことね。小金ちゃんを使う的な？確かここが、そうだったよね。じゃあ、小金ちゃん出番だよ。OK、じゃあ行きましょうか。で、こっちは、ダメだね。入れるようになってるね。やばいなぁ。即死系とかありそうだなぁ。大丈夫かな、心配だけども。あ、あったあった。リナリアの花のしおり。うん。あ！え、ゆずきちゃんじゃない？あれは確かゆずきさん。どうしたのか、神。あれは死人岬じゃなくてゆずきさんで。なんかもう明らかに前からだけど様子おかしいよね。違うなら逃げるってことは逃げるのかな？うわ、逃げるやつだね、これ。大丈夫かな？大丈夫か？え？あ、びっくりした。突然ルイカちゃんが出てきた。追われると思わなかったなぁ。ルイカルイカ、こんなん見つけたすよ。軽いな。役に立ちそう。立つよね。これは本に挟むしおり？押し花みたいね。花は詳しくないけど何の花かな。裏に何か書いてある。なんだろう。アルファベットと数字の羅列。なんでしょうか。あ、見つかってしまったかぁ。そのしおりは、心当たりが？この人のものってことかな？なんかすげえ嫌がってるよね。見せるなって言われると見せたくなるよね。ほらごらん。表から裏まで舐めるように。調子を取り戻したな。でも、すごい嫌がってたよね。で、これも移動してくれてるから、出れるってことだよね。まあ、チェックしながら行こうか。開いてたっけ？多分見てないよね。この辺は？特にないのか。
で、ここも閉まってるので、この部屋でなんかあんのかな？じゃあ。ちょっとちゃんと調べてみよう。ん？行方不明事件発生。能登高校の女学生失踪。友人や親族、教員ら、いい子だった。あー、これってもしかして、最初の、ミブヤの時だっけ？ミブヤくんの時だっけ？生徒会長の。あの時の手がかり探してる時に、総平が調べ上げた記事の、もう一個の選択肢の記事だよね、これって多分。失踪した生徒の名前は神保美咲。あれ？なんか、ゆずきちゃんも神保って名字だった気がするんだけど。うん、あ！今いたよね。